ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ SQ5 2023年式2600キロこちらの車両になります。小島さん、車選びって難しいですよね、はいはい、いきなり、はい、今回この SQ5、はい、撮影させていただくにあたって、うんうん、僕勉強したんですよ、はい、で勉強する前は、はい、SQ5 そんなにこうテンション上がらなかったんですよ、はい、正直に言うと、うん、そうね、はい、ちょっと麻痺してますからね今ね、はい、ただ今回その勉強していろいろこの車の細かいところ見てったら、うん、あれめちゃくちゃいい車じゃないっていう。そうです、はい、今回これ取り繕ってんじゃなくって、はいはい、本当にめちゃくちゃいい車だなと思いました、はい、価格以外価格はもうその個人差がありますからねというわけで、まあ、価格に関しては変動がありますんで、はい、動画ではご紹介させていただかないですけど、はい、動画の概要欄の方に詳細も貼っときますので、はい、ぜひ気になる方は見ていただけるといいんじゃないかと、はい、そして今回この SQ5 ご紹介にあたってポイントを僕がまとめてきました。まずこちらの SQ5 2021年にマイナーチェンジが行われて、はいはい、後期モデルになっているとなりました。でそのタイミングでこのスタンダードな SUV のこのシルエットのタイプと、はい、あと後期になってスポーツバッグが追加されて2種類設定されていると、はいはい、そしてもう一個ポイントとしては一応トップレンジじゃないですか、はい、RS がないんで SQ5 の場合、はい、でトップレンジなんですけれどもオプションが意外とたくさんある。トップレンジにしては多い方ですよね。トップレンジだいたいトップレンジってあんまりオプション選べないイメージだったんですけど、全部ついてるものがトップレンジになりますよね。ただオンしようと思ったらオプションで100万円ぐらい足せちゃう、もっとか160万円ぐらい、はい、マックス足せちゃうということで、はい、結構そのオプションもりもりの SQ5 と全然ついてない素の SQ5、はい、結構市場流通してるということで、してます、ね、はい、その辺結構大きいポイントかなと。でもう一つはSQ5 でもエアサスの SQ5 と、はい、バネサスの SQ5、はい、2パターンありということで、ありますね、はい、でオプションで足すこともできるんですよね。ただバネサスも存在するということで、うん、これ結構 SQ5 選ぶ時点で、うん、かなり重要なポイントじゃないかなと、うん、というわけでこんな感じで概要を説明させていただいて本題に移りたいと思います。そうですね、はい、まずエクステリアから見ていきたいんですけども、はい、今回ブラックスタイリングパッケージが付いているということで、はいはい、これも何度もご紹介させていただいてますね、はい、各部が黒くなると、はいはい、この枠もそうだしフォーリングも全部黒くなると。 そして後期でだいぶ顔変わったっすね。後期で変わりましたし、今以前もちょっとお話しさせてもらいましたけど、そのブラックスタイリングパックは後期からのオプションになるので、あ、前期ないんでしたっけ。前期はないです、はい、なるほど。なのでここはポイントの一つだと思いますね、はい、そしてアウディって基本的に後期になってもなんかこうあんまりコンセプト変えないじゃないですか、はい、全体的なシルエット、はい、なんで一見すると分かりづらいですけど細かく見ていくと全部違うんですよね。全部違います。ヘッドライトも違うし、はい、グリルも違うし、もちろんバンパーなんかも全部違う、はい、でヘッドライトに関してはだいぶ変わったっすねこれ。こう機能もねだいぶ変わりましたからですよね、はい、でマトリックス LED ライトも標準ということで、はい、その辺の装備も充実していると、はい、でしかも最近のこういう可変というか、はい、オートハイビーム的なのって、はい、BMW とかだと廃止の方向に向かってってるんですか。そうなんですらしいっすよ。そうなんですか。BMW のレーザーライトってあるじゃないですか、うん、あれ2022年から順次廃止らしいっす、うん、その理由は結局眩しいっていうのと、うん、あと BMW 側の意見からすると、うん、もうヘッドライトの性能が上がってるんで、うん、必要ないって。あ、おそらくなんですけどそれは建前で、うん、眩しいっていうのが多分多かったんじゃないかなっていう、話変わるかもしれないですけど、はい、国産車の軽自動車めちゃめちゃ眩しくないですか。めちゃめちゃ眩しいっす、ね、めちゃくちゃ眩しいっす。あれをなんとかしてほしい。確かに、うん、だからちょっとそこは難しいところですよね。そうね、はい、やっぱり視認性求めるとその光量だったり範囲とかって広がるっすけど、うん、やっぱり対向車とか完璧にこうかわすのって難しいじゃないですか、うん、難しいね。その中でもマトリックス LED ライトかなり標準で、うん、優秀なんですごいですよ ね、ですよね、うん、はい、これに関してはもう使ってみないと、うん、はい、なんとも言えないんですけど、はい、使ったことある方であればこの夜の市場の楽さというか、はいはい、画期的具合は伝わるんじゃないかなと、はい、そしてもう一つ重要なところといえばこのサイズ感じゃないかなと、はい、SQ5、Q5、はい、このサイズ感って謎じゃないですか。謎ですね。僕も思いっきり勘違いしてました、うん、これ聞くまではやっぱり多くの方が勘違いしてると思います。ですよね、はい、前期撮らせていただいたのに勘違いしてました、はい、なんとなくイメージ的にですけど、うん、ミドルレンジの SUV じゃないですか、うん、アウディの、はい、なんでライバルは GLE とか X5 かなと思ったらそうじゃないんですね、はい、そうじゃないです。どっちかっていうとさらにその下の X3 とか GLC とかの方がまだ近い。ただそれらと比べてももう少しだけ小さい、ね、だ絶妙なとこついてくるなと、はい、でよく兄弟車で言われるマカン、うん、マカンよりかも一回りちっちゃいんです、うん、小さいですね、はい、全長もそうだし、うん、幅も、うん、
というわけで全長の方が4685、全幅の方が1900、はい、結構あります。で全高の方が1635ということで、はい、絶妙なサイズ感。幅としてはね、駐車場日本の方で問題で考えると微妙ですけど、まあ、でも乗りやすいんじゃないかなっていう。まあ、このサイズだと結構都内とかでも駐車場以外は困らないんじゃないか、うん。まあ、駐車場もね、まあ、一定の185幅だけですからね、それも今だいぶなくなってきてます。そうですね、はい、機械式はちょっと難しいかもしれないですけど、はい、本当にどこに乗っていただいても、はい、で絶妙なサイズ感もあるんで、はい、人乗せても荷物乗せても割と使いやすいとこじゃないかと、うん。そして横に回っていきまして、ホイールスターデザイン20インチ、はいはい、こちら標準で、ベースモデル18インチですよね、はい、でオプションで21インチまであるということで、はい、こちらのホイールが装着されております。ここに関してはもうちょっとなんか特別感あってもよかったんじゃないかなって個人的には思ってしまいました、うん。ここはね、あの僕たちの仕事を残していただいたということ で、ね、ありがとうございます。アウディさんという方で、そうですね、はい、ちょっといじってもいいかもしれないです。こんな感じのホイールが装着されてる。そしてそれに組み合わせるタイヤの方が、これオールシーズンですよね。オールシーズンです、はい、ミシュランのオールシーズンで、当然あの年式新しいですから、タイヤもバリアマン、はいはい、こちらになっております。そしてあと奥に見えるキャリパー、この6ボットのドデカキャリパー、この色がオプションですよね。オプションです。で今回はこの赤キャリパーになってると、はい。そしてあとはもう一つ、そのちょっと話戻っちゃいますけど、あの兄弟車のマカンと大きく違うところがやっぱりこのタイヤホイールかなと、うん。SQ5 って前後通しなんですよね、うん、通しです。でマカンだとリアが太くなったりとかってあるんですけど、うん、その辺が車のキャラクターになっていく。そして今回の車は全部ノーマルということで、はい、車高もノーマル、そしてエアサスなんで上げ下げもできます、はい、後々やろうと思えばできると。あと今回はアダプティブスポーツサスペンション、はい、エアサスをさらにスポーティーにするやつ、はい、これもオプションで入ってると。オプション入ってますというわけで、こんな感じの足元になっております。そして横に回っていくと、横もブラックエクステリアパックということで、はい、ミラーだったり、はい、窓枠だったり、あとこのドア下のアクセントもしっかり黒くなっていると、はい。あと細かいところで言うと、プライマシーガラスもオプション、はい、オプションです。そしてサンルーフもオプション、はい、結構ついてますね。オプション結構ついてますね。だからこれもやっぱり仕入れさせていただくときに全部オプション拾ってって、まあ、ここまでついてればこの金額でっていうのは出せるかなっていうのでやっぱり仕入れてるので、オプションはかなり自信があります。だから中古車を見るときも単純に、ね、うん、値段だけで判断しちゃうと、はいはい、オプション全然なかったりなかったりしますから、はい、しちゃうんで、まあ、その辺見ていただいた方が、はい、で今回はもう自信を持って進められる。そうですね、はい、まあ、これもねついた方がいいかなっていうのはもちろん何点かももちろんありますけど、まあ、そこはもう贅沢なんで、はい、もう最終というかもういいとこは全部押さえてます。欲しいとこ全部押さえてる、押さえてます、はい。そして後ろも同様に赤キャリパーとフロントと同じサイズ、こちらのホイールが装着されていると。続いてリア周りも見てみたいと思います、はい。リアもブラックエクステリアパックということで、各部が黒くなっているのと、あとは後期ということで、はい、結構一新されましたね。そうですね、はい、テールもそうだし、はい、なんとなくですけどこのモールも違う気がするんですよ。サイズ感というか、なんか多分テールのこの形が変わってるから多分違うような感じ。あ、変わってんすかこれ、うん。ということでこんな感じの絶妙な感じに、はい、そしてフォーリングもそうだし、下側のバンパーのこの辺の形状も、はい、このねここら辺のライトのこういう形状も、はい、変わって、ここごっそり変わってますよね。はい、変わってます、はい。そして出口も黒いタイプということで、はい、そして何よりいいのが純ガソリンですよ。うん、マカンもさよなら来年期間になっちゃったじゃないですか。あ、そうね、はいはい。でこのクラスで純ガソリン、はい、しかも V6 3リッター残ってるのもなかなかないじゃないですか。うん、なかなかないね。だその辺でかなり貴重な存在になってくるかなと、はい。気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います。はい。そしてトランク中も見てみたいと思います。はい、当然のパワーテールゲート、足で開けるやつもついてて、はい、でなおかつ小島チェック入ると、はい、ゴルフバッグもこのサイズ感ではいいんじゃないですか。いや、だいぶ余裕っすよね、うん、このボディサイズはね。というわけでトランク後席が立ってる状態でも550リッターということで、はい、かなり広々、しかも横がかなり取れてる印象あります。ですね、なんか出っ張ってるとこないですもんね、はいはい。そしてさらに倒すと、あ、こっちから倒せるんですね。ここできます、はい。こっちから倒すと1550リッターということで、まあ、フルフラットとは言わないですけど奥行きもしっかり取れて幅もかなりあるんで、ゴルフバッグ4つとか全然いけんじゃないですか。まあ、4人乗れなくなっちゃうんで4つ乗せる意味ってところですけど、そのぐらいの容量、こんな感じになってると。そしてこの下もあるんですよね、はい。少しだけ収納があって、これサブウーファーですよね。そうですね、はい、こんな感じになってると。あとパンク修理キットなんかも入ってると。あ、そして細かいところで言うとエアサス車はそこにお尻の上げ下げボタンがついてると、はい、これが果たして本当に有効というか
便利なのかどうかは何回もご紹介させていただいて、そうですね、なんですけど、うん、ほとんど使ってる人いないんじゃないですかね。ただ結構これで数センチ上げ下げできますから、ね、うん、できますからね、大きいものとか重たいものとか入れるときはこう下げたりもできるようになっております。さあ、そしてトランク、まあ、普段やってないですけど、はいはい、このトルク感知で止まるじゃないですか、はいはい、どのぐらいで止まるんだっていうのを万が一こうなんかね、開けたりした時に焦った時にこう一緒に力を入れてこうやってかけるんじゃなくて、こんな感じで、はい、逆らうポンって上げてもらえれば戻るので、だからこの辺のトルク感知の使い方ですよね。使い感知、はい、だつい最近そのサイバートラックのここにキュウリだかバナナ挟んで、うん、あのメリメリメリってなるのが話題になってたんですけど、はい、そういうことじゃないんだよと。そうそう、はい、ちゃんとその機構を理解して使い方さえ、うん、理解してもらえば、はい、そうですね、まあ、問題ないのかなと、こんな感じのトランクになっております、はい、続いてインテリア見てみたいと思います。小島さん、さっきもちょっと話してましたけど、はい、これドアの開き方結構不思議ですよね。独特、はい、外じゃなくてこう斜め上に上がるタイプのドアノブ、うん、これ前期と変わってんじゃないかなと思って見比べたら前期もこれでしたね。そうですね、はい、というわけでこのドアノブを引くとこんな感じ でインテリアのイメージ自体はこの前期後期で大きく変わってないですよね。大きく変わってないと思います、はい、ただ細かいところ拾っていくと、うん、バーチャルコックピットプラスでしたっけ、はい、こちらになって12.3 インチ、はい、そしてあとはセンターのスクリーンも大型化されて 10.1 インチにアップしてると、はい、でなおかつこれタッチパネルになったのも後期から。そうですね。そして音声認識 Hey Audi、はい、これが使えるようになったのも後期から。でその辺の関係でセンターのコンソール、はい、前あのタッチパッドみたいなのありましたもんね、はい、その辺なんかもなくなってる、はい、そしてあとはシート、今回レザーパッケージが入ってるということで、はい、ダイヤモンドステッチ、はい、これ結構重要じゃないですか。これはね、やっぱりアウディ、まあ、他のメーカーもダイヤモンドステッチありますけど、なんかダイヤモンドステッチってなんかアウディかなっていうイメージありますよね。だから RS モデルっていうイメージで若干ありますけど、はい、S でも欲しい、はいはい、というわけで今回しっかりついてると、はい、でしかもこのレザーパッケージ優秀なのがこのダイヤモンドステッチになるだけじゃなくて、このスピーカーバングもセット、そしてシートヒーターもセット。セットです、はい、これでも標準でいうと前期より後期になるとスピーカー数が減るんですよ。あ、そうなんですか。減るんです、減るんです。でもバングつけてもらえばプラス R 増えるので。なるほど、これって結構大きいオプションだと思います。見劣りしなくなるんです、はい、というわけでこんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。というわけで少し高さあるんですけど、フロアとこのサイドステップとかサイドシールの高さはほぼ一緒なんで、はい、全く感じはなく乗りやすいです、はい、乗りやすいですよね。で開口部も大きいんで、はい、そしてシートは程よくホールド、うん、調整はスタンダードプラスアルファって感じですね。 6A、8Way ぐらいプラスランバーサポートって感じです。背中の出したりができるようになってます。そしてサイドサポートとかもそんなに硬すぎないんで、はいはい、割といい感じかなと。であとはダイヤモンドステッチ見た目だけじゃなくて、こう沈み込む感じありますよね、うん、やっぱりいいステッチの入り具合で、うん、そしてこの膝裏も手動ですけど伸ばしたりもできる、はい、こちらのシートになっております、はい、そしてこちらステアリング、これが前期後期で変わってると、うん、ここはね好みがすごい分かれるステアリングですよね。正直言っていいですか、はい、前期の方が好きです。形変わらないんですよね。形でここは変わらないんですよね。そうそう、 中は変わらないです、はい、外で外が D シェイブから丸になってる、はい、でしかもパンチングになってる、はい、というわけで前期だとここ同じレーザーですもんね、スベスベの、はいはい、というわけでここは好みが分かれるところですけど、移植できないんですかね。いやでもあれか、前期のをつけちゃうってなんかちょっと邪道っすね。いやでもそれでやっぱりいろいろその新車の注文の時に結構ディーラーさんと、まあ、揉めたっていうわけじゃないですけど、思ってたのと違いましたね、違ったりとか、あとはそのホームページあるじゃないですか、はい、コンフィギ、はい、あれだと初期ってまだ D シェイプのもの、それで注文した人が丸できたんで、あれって時は、なるほど、聞いたことあります。やっぱりこの手に触れる部分なんで、うん、まあ、ここは実際触ってもらって確認してもらった方がいいのかなと。ただ握りやすさはめちゃくちゃ握りやすいと思います、うん、アウディ細めじゃないですか、うん、でグリップも、まあ、そこもあえて言うならばなんで、うん、はい、結構いい感じです。で、はい、パドルがついてておなじみのこのレバー類、はいはい、そして、ACC なんかもついてると、はい、そしてあとはメーター、これバーチャルコックピットなんですけど、は
あの僕最近こう人に言われて気がついたんですけど、バーチャルコックピットプラスで、まあ、機能追加されてるのもそうなんですけど、あのデザインめちゃくちゃ大きく変わってるんですね。そうです、変わってます、はい、普通の前期のバーチャルコックピットって両サイドにアナログの計器が残ってたんですよね、はい、燃料計とか、はいはい、それがなくなってフルデジタルになってると、はい、そして今回の車はここでこっちのバーチャルコックピットの表示も変えられると。変えられるって感じ。これ手元で変えたいっすね。ていうかここで変えたいっすね。まあね、はい、そこはちょっとねまあまあありますね、はい、というわけで新しくなったナビゲーションはこんな感じです、はい、そして あとそうだ、あのステアリングヒーターもパッケージで付いてる、うん、はい、そしてそれと一緒に置くだけ充電も付いてる、はい、あと後期になってここの辺のデザインが少しリフレッシュされて、ここがなくなったからですよね。そうです、はい、あと色はね変わりましたね、黒から。あ、そうなんですか。マット系の黒だったんですけど、このピアノブラック系に変わってます。ピアノブラックのこちらになってると、はい、そして少し小物入れと USB もついてて、はい、あとマイクは思うんですけど、ここ謎なんですよね。これだってあの鍵入れるやつだったのに、はい、なんか大きくなったよね。だから余計謎な入れ物になってるね、はい、そしてここはドリンクホルダーこんな感じで、はい、はい、こんな感じになってると。そしてアームレストの中はこんな感じで、はい、これ戻すと、まあ、ちょうどいいぐらいの深さですかね、うんうん、大きすぎず深すぎずこんな感じになっております。そしてアウディといえばここですよね。いつものデッキはなくなって、はい、ETC が端っこについてると、ね、はい、そしてあとは天井関係はこの黒のファブリック、はい、そしてバイザー、はい、この辺はスタンダードです、うん、はい、そして今回はドライブレコーダーが前後で、これ純正のものですよね。はい、純正です。でしかも純正のやつ高いんですよね。高いです、はい、工賃込みで10万円ぐらいですね。というわけでそれもしっかりついてると。であと今回の車は最初にも触れましたけど、うん、サンルーフもついてるということで、うん、サンルーフでかいっすね、うん、はい、これシェード全開の、はい、こんな感じで、いや、この手の車だったら、うん、まあ、ついてて嬉しいかなと、うん、しかも結構開くっすね、はい、余裕で40センチ以上開く。というわけでこんな感じのサンルーフもついております。ペダルに関してはアウディ割と優秀っすよね、うん、優秀ですね、はい、というわけでフットレストも大きいし、しかもちゃんとこの装飾のパネルもついてるということで、うん、はい、割と高級感のある。右左でも関係ないですよね。確かでも後期から左が選べるようになったのかな、 S級は。そうなんすか、うん、なんで割とレイアウトも自然だし、うん、左足を置くところも結構大きいんで、この辺はまあ使いやすそうかな。まあアウディも右ハンドルっていうのも結構定着してますもんね、はい、全然、はい、こんな感じになっております。続いて後席も見てみたいと思います。後席はもう小島店長が乗り込んでるんですけども、いかがですか。はい、いやでもいいですね、広さは。やっぱこのボディサイズでこの広さってやっぱいいと思います。そうなんですよね、後ろ広いんですよね。広いんですよ、一応私168身長で、一応まあ拳1個ぐらい入りますし、頭も2つぐらい入りますね、1個半入ります。だスポーツバッグになると、うん、そこがこうちょっとあれだスラントしてくるんで、なるし、あとドアの視界が多分ちょっと狭くなってくるので、後ろの方は視界、パノラマルーフもここまで後ろ前ついてますし、この視界もすごい明るいのでいいですね。でスタイリングの好き嫌いあるかもしれないですけど、うん、でアウディのいいところってやっぱここヘッドレストだと思うんですよ。あ、もうここのここまで来るんで、はい、それ毎回言ってますよね。これ毎回これ大好きなんですよこの感覚がすごいいいですね。で僕も先ほど座らせていただいたんですけど、うん、よく言えばもうちょっとリクライニングしたら嬉しかったなっていうそれ直角じゃないですか。直角なそこまでなんです。ここまでなんです。もうちょっと本当にあと5度ぐらいでいいかな。あ、はい、でもこれが量販してすごいあれだったらそういうキットも出たんだろうね。あ、うん、確かに。でもまあいいんじゃないですか。そして装備的なものは、うん、通常のそのアームレストドリンクホルダーの他に、はいはい、ここですね、はい、で今回はパッケージが付いてるということで、はい、USB、はいはい、それが追加されてる。追加されます。でシートヒーターも付いてるんですよね、はい、でエアコンも3ゾーンですね。3ゾーンですね、ここで、はいはい、いや申し分ないじゃないですか。もう全然申し分ないですよ、はい、うん、だから3人4人で乗るにはもう十分ですね。そしてあとそうだ忘れてました、最近ちょっとやろうと思ってたのが、はい、リアウィンドウチェックをどこまで開くのか。あちょっと残るんですね、うん、でもここって全部開けたい人っているのかな。いやいやいや、その全部開けなくてもたまに全然開かない車あるじゃないですか。ここら辺とかね。そう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 、ここら辺とかね、うん、
これデオンシューティングブレイクとかあるんで、ちょっとそこは外せないかな、はい、というわけで少し残りますよね。残りますね。10センチまでいかないですけど、はい、少し残る感じ、はい、こんな感じになっております。結構これ査定の時もそうなんですよ。どういうことですか？査定の時ってドアの内側見るじゃないですか。で隙間が見たい、隙間が見たいのにここまでしか上がらない車ってよくあるんで、はいはい、ここは結構ね、ここはちゃんと見れるんで。というわけで SQ5 の場合はこんな感じになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 2994cc V6、シングルターボですよね、はいはい、で馬力の方が354馬力トルクの方が51キロ500ニュートンで、これ S5 と全く同じエンジン、はいはい、多分セッティングとかは違うと思うんですけど、うん、でマカンとあの兄弟車なんで、はい、マカン S、うん、ちょうど3リッター V6 かな、はい、とあの同じエンジンって思われがちなんですけど、これ別なんですよね、はい、排気量も微妙に違います、はい、そしてマカンの方はツインターボになるということで、はい、まあ、結構キャラクターも違うのかなと、うん、そしてこれに組み合わせるミッションの方が発足の、ティプトロニックで、ギア比もこれ S 専用、はい、で他モデルって7速なんですよ ね、 7速ですね。というわけでこんな感じになっております、はい、そして0100、5.4 秒ということで、まあ、全然速くはないと思うんですけど、うん、この手の SUV にしては割と俊速な方なのかなと、うん、そして当然4駆になるんですけども、4駆の比率がフロント40リア60っていうのが通常の状態、はい、で最大フロント70リア30、フロント15リア85までの範囲で可変するタイプになっているということで、はい、もうアウディの4駆に関してはもう僕がごちゃごちゃ言うまでもないと思いますんで、まあね、はい、4駆クワトロといえばアウディですね。そうですね、はい、なんでこの辺はバッチリだと思うんですけど、念のため試乗でお届けしたいと思います、はいはい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、はい、小島さん、はい、キュルキュルがあるんですよもう今となってはもうありがてえありがてえって感じじゃないですか。でこの排気音ですよ、うん、若干作ってる感ありますけど、うん、音がするだけで本当ありがてえって感じです、はい、そしてあとあの以前なんか別の動画だったと思うんですけど、うん、あのクラクションの音、うん、あのチェックしないじゃないですか、うち、うん、結構重要だなと思って。あ、そうなんだ、はい、うん、っていうのはあのアウディとか分かんないですけど、うん、ミニって一時シングルホーンになってたじゃないですか、うんうん、はい、そういうのもありえるんで、うん、ああいい感じですね、はいはい、この辺重要かなと。では参ります。いいっすよね、だって3ゾーンでシートヒーターもついてて、うん、はい、まあ、ベンチレーションよく言えば欲しかったですけど、うん、はい、でもこのクラスですから。そしてステアリングヒーターもしっかりついてると。あれステアリングヒーターはここっすよね、はい、はい、こんな感じになってると、はい、行きましょう。そして先ほど少し動かして思ったんですけど、うん、あのハンドル軽くなってません？分かんない、気のせい説はあります、うん、でも基本的になんかあの一般論とすると後期はみんな軽くなってるっていうなりがち、なりがちなハンドルが。ただステアリングに関してはその装着してるタイヤとかホイールでも結構軽さ全然違うんで、うん、まあ、難しいところでありますけど、うん、あの
動かして拍子抜けするぐらいハンドルが軽い、うん、あれっていうぐらい、いろんなあの形で幅広い、ね、家族で本当に使える車ですよね。家で使うのめちゃくちゃいいなと思ったんですよ、うんうん、これサイズ感的にもね。そうっす、うん、で9798でかいじゃないですか、うんうんうん、で車慣れてない方とか、うん、運転する時も、うん、これだったら全然、うんうん、日本のマーケットだって最近どんどん車大きくなるじゃないですか、うん、ああこの感じですね。あ今シートベルト軽く引いてくれました、うん、引きました、はい、あブレーキめっちゃ効く、めっちゃ効く、大事なことなんで2回言いました、はいはい、ブレーキめちゃくちゃ効きます。えいいな。そして新車の匂いする小島さん、うん、もう先にやってきますよ、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、精神衛生上、はい、キュルキュルがありがてえとか言っときながらキュルキュルはさせたくないんですよ、はい、いやいい感じっすよ。いやちょっとテンション上がってきたな、はい、だって気づけばマカンもフル EV ですよ。そうね、そんな未来誰が想像しました、はい、何気にハイブリッドとか後出しで出してきそうな気しますけど、うん、方向修正してるから。でもエンジンの振動とかも全然ないですね、はい、静か。ああそうですね、うん、あで早速今ダイナミックから走っちゃってるんですけど、はい、りましょう。インディビジュアルオフロードエフィシェンシーコンフォートからいきましょう、はいはい、で乗った感じはあコンフォートでも結構うるさいですね、うん、結構排気音する。そして足はもうごくごくソフトっす。そしてステアリングも本当にあの機敏すぎず、だ車の揺れ結構ありますね。ここあ揺れね、うん、はい、ただあのなんかたわんでるとかっていう感じじゃなくって、うん、足がこう柔らかいんでこう、うん、少しこうキャビンが動く感じがします。ブレーキ本当効くな。だからエアサスならではのちょっとそうです ね、 ですね。バネサスだと少し違うのかなと、うん、だちゃんと路面捉えてる感ありますよね、うん、はい、でステアリングレスポンスもそんなに機敏じゃないんで、はい、乗りやすいっす。えめちゃくちゃいい車、うん、えこれはいいっすよ。やっぱり、うん、あの僕の仮説、あのトップグレードの1個の下は最高っていう、うん、AMG も、うん、あの63じゃなくて43、うん、M も、うん、M3 じゃなくて、うん、340、うん、はい、最高説、うん、これ当たってるっすよね。やっぱりまあ RS95 ないんで何とも言えないですけど、うん、そうね、はい、尖りすぎてない、うん、はい、万人受けするというか、そうですね、万人受けしますねこれ、うん、誰が乗っても多分乗りやすいと思う。ただステアリングちょっと軽すぎる気がするな。もうちょっと重たい方がなんか、特に僕普段 BMW 乗ってるんで余計感じます。ダイナミックに変えましょうか、はい、じゃあダイナミックでいきましょう。はい、いきます。ダイナミックだと車高も下がるし、はい、もうまさにダイナミックです、うん、アクセルの付きがまずめちゃくちゃ良くなるっす、うん、ステアリング重くなるよりかもこのレスポンスが良くなる方がすごい気になる、うん、気になるっていうか分かりやすいっすね、うん、足もだから本当にこうふわふわしてたのがなくなるっす、うん、でも後期になってから RS もそうなんですけど、はいはい、比較的にねブレーキな気がしなくなった。あマザイかなんか変わったんですかね。変わったかもしれない。やっぱり前期の時って RS もそうだけど、この S、はい、S シリーズってみんなブレーキなき当たり前になったんですけど、はい、そこら辺は改善されていきます、しますね。なるほど。あ、結構硬い。結構硬い。でも全然乗れます。うん、え、これだったらワインディングぐらい飛ばしても気持ちいいですね、うん。多分このぐらいの硬さだったら、うん、乗りやす。あと小島さん最近僕思ったんです。うん、最近車が欲しいっていう方とお話しする機会があって、うんうん、はい、車のイメージってめちゃくちゃ大事だなと思って、うん、わかります？イメージってイメージ、メーカーのイメージ、うん、あーで僕らって車関係なんで、うん、もうそういうあんまり逆に言えばですよ、うん、そういう先入観って薄れてると思うんですよ、はいはいはい、でベンツって言っても、うん、まあ、別に一欧州車ブランドじゃん、はいはい、って思うじゃないですか、はい、S クラスって言っても、はい、例えばそれ仙台モデルだったら、うん、あ中古相場でこのぐらいだから、うんうん、国産車のこれよりは全然安くなっちゃってるので分かるじゃないですか、うんうん、けどそうじゃない方って言ったらやっぱりベンツはベンツだし、うん、S クラスって S クラスじゃないですか、うんうん、仙台モデルでも、うんうん、だそのイメージってめちゃくちゃ大事だなと思うんですよ、うん、言ってる意味分かります？分かる分かる、はい、その周りからの目線とかイメージとか、そうです、まあ、例えばまあ私もねお客様とお話しする機会あるんで、
やっぱりその車も乗ってお取引先さんから見られるイメージとか、そうです、そういうことですよね。だからたとえ C クラスでもやっぱりベンツなんですよ、うん、だその点アウディってすごくイメージいいよねって言われたんですよ、うん、あ確かにと思って、なんかすごいコンサバな感じするし保守的な感じするし、うんうんうん、嫌味な感じしないじゃないですか、うんうんうん、だから乗ってもなんかそういう使い勝手の良さもあるよねって言われたんですよ、うんうんうん、あ確かにと思って、そうね、だからそれって、ま、昔からよいい意味でも悪い意味でもアウディのイメージって ありましたよね。だから一回アウディがそのグリルが大きくなった時が僕大きな節目だと思うんですけど、はい、あそこからグラッと変わってイメージが良くなって、でディーラーさんとかのそのショールームなんかも全部すごい綺麗になった時期があったじゃないですか、アウディが。そこのイメージのやっぱり転換ってすごい上手だったなと思いますね。なんとなく前からそのインテリなちょっとイメージあったんですけど、うんうん、確かにこの外向きで車使ってる人ってそのイメージってめちゃくちゃ大事だなと思って、うん、大事ですよね、うん、でも世界的に見たらアウディってとんがってるととんがってるし、確かにドイツで言ったら本当にスポーツゴリゴリやってますからね、うんうん、だからそのイメージってやっぱり、うん、言われてみればそんなに大事だなというかありますよね、イメージ付けっていうのが。だそういう意味でもいいと思うんですよね、うん、これ曲がりますか、曲がりましょう、はい、だこれ多分、まあ、似た感じのサイズ感の GLC 乗ったら、うん、やっぱりベンツなんですよ、うん、だレクサス乗ったらやっぱりレクサスなんですよ、うんうんはい、だそういう風に見られたい人は全然いいと思うんですよ、うんうん、逆にだそうじゃない方もやっぱりいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、だから本当にイメージとかなんかスタイリングとかで選ばれる方多いと思うんですけど、うん、やっぱりもう一回内容と、うん、あとそのなんだろうな、自分のその使い勝手、うんうん、そうすると結構車選びも変わってくるのかなっていう思いました、うん、確かにね、はい、ありますよね。だから僕は幸せですよ、やっぱりいろんなメーカー扱えるじゃないですか。そうですね、まあ、ディーラーさんってやっぱりその特化されてそれにすごいね、はい、精通して詳しくはなっていらっしゃると思いますけど、はい、それでしかないっていうところがあるので、確かに僕たちいろんな車をねやっぱりできますし、はい、でもやっぱりこうね YouTube とかそういう関係だとちょっとこうとんがった車ばっかりおすすめしてますけど、すね、実際でもこういういい車もこれからも紹介していけばいいですよね。あともう一個そのうちの商売で、うん、まあすごいそういうところはメリットなんですけど、うん、デメリットもあって、うん、車の年式と価格がすぐ分かってしまうっていうまあまあね、はい、うん、あれ何年式ぐらいのやつだからいくらぐらいだなって、うん、相場が分かっちゃうっていう、うん、まあまあね、それはありますけどね。そうですね、だから実はすごく安くなってるとか、はい、お買い得感がね、はい、あったりするとかっていうのは逆に全然目立たない存在なのにめちゃくちゃ高いとか、うん、あれ結構作ってますよね音、うん、なんか下から響くようなスポーツエキゾーストがするっす、うん、まあ、助手席の感想からすると至って出来すぎくんですね、はい、あもう優秀ですよね、何のあれもないです、はい、そして今回はパーキングアシスト、はい、はい、久しくやってなかったんで、そうですね、まあ、まあこのサイズなんでやっぱりね、どうですね、どれだけ進化したのかというところもありますし、2023年どれだけ進化したのかちょっと確認したいと思います、はい、でパーキングアシストを使う場合はこの P ハンドルボタンをポチッ、そうすると縦列前から駐車バック駐車、うん、お来た、来ましたよ、来ましたね、ちょうどじゃあバックが来たんで、はい、これで前進、うん、この辺は変わってないですもんね、うん、指示が出るまで前進して、はい、今度バックにして手を離す、いきますよ、はい、ああちょっと早い、あ D、 はい、ちょっと早いっすね、早い男は嫌われますよまあ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 でも、はい、ちょっと怖い、結構乱暴だ、乱暴だね、結構乱暴だね、早い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 、早い、いやこれあれだな、 D、 もう一回もう一回もう一回切り返しそうです、あ、はい、はい、早い、ああ、怖
これもうなんかもう分かっちゃったなこれなというわけでちょっと乱暴早い、はい、そして降りてみましょうか、はい、結論いいですか、はい、進化してませんでしたいや分かんない分かんないですけど、たまたまなのかその駐車環境によるのか分かんないですけど、今回一発で止めてみた感じだとあんまりこう前回やったのとあんま変わってないなと。そうね、50点だね。そうですね、あとやっぱりゆっくりやってほしい、うんうん、もうせわしない感じしますもん、うん、ブレーキからこう必ず離せないっていう、うん、もうブレーキ本当にちょん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 って触っていかないとちょっと不安な感じ、うん、というわけでこんな感じ。ただ割と使えるようになってるのはいいっすね、重列とあれで。あ、まあね、普通の駐車で行きましょう。結論いいですか、はい、使い物にならなかったっす。あのあと何度か試しましたが、はいはい、まずブレーキが自動じゃないのはちょっとやだなって、うん、でもちろんそのバックするスピードもそうなんですけど、うん、前進して例えばもう壁ギリギリとかになってもブレーキ踏んでくないんですよね、うん、自分で踏んでバックに入れないといけないっていう、だから至れり尽くせりじゃないです、うん、そして狙ったところにもあんまり止めてくれない。だから本当に緊急用っすね。そうね、あとはもうなんかね、はい、真っ暗なところとかね。そうですね、何も見えないとか、何とも言えないですけど、うん、まあ、で一応縦列なんかもできるんで、もしかしたら縦列はもうちょっとまともに使えるかもしれない。そして縦列の場合だと自動で脱出もあるんですよね、うん、というわけでその辺は、まあ、ここ当てにして買う買わないっていう方いらっしゃらないと思うんですけど、うん、まあ、もし使う機会があれば、まあ、一ね知識として、そうですね、こんな感じになってると、はい、ただまあこのサイズ感なんで最初に戻りますけど、まあよほどというかまあ困らないんじゃないかなって気しますけどね、うん、まあ良いところもあれば悪いところもあるということで。そうですね、まあ、ここはやっぱ進化しなかったな。そうですね、自動運転が控えてるからもうちょっといけると思ったんですけどね、うんうん、一応ボンド的に、はい、このあれね、SQ5 をいじるとしたら、はい、いやホイールは変えましょう。ホイール、はい、どのメーカーがいいですか。ホイール難しいな。でも、うん、あんまり頑張りたくないですよねホイール、うん、僕だったら、うん、ワンピース、ワンピース、はい、ツーピースですごい凝ったのにするかよりかは、うん、ワンピース、うん、でも本当にHRE のフロフォームとかもサイズがあるかどうか分かんないですけど、うん、あのぐらいちょっとこじゃれた感じぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていう気しますけどね、うん、まあ、もちろんそのアプトとかでなんかコテコテにいじるっていうのもありだと思うんですけど、うん、このキャラクターなんで、うん、はい、ちょっとさらっといじってファミリーユースがおしゃれな気がします、うん、あ、ちょっとワンポイントいじって、あ、変わってるじゃんみたいな感じの、ね、うん、言ったらもう各部ブラックアウトはもう完了してるんで、うん、本当にあとニュアンス変えるぐらいでいい気がするんですよね。ただ、うん、やっぱりアウディって、うん、インテリな感じするじゃないですか、うん、真面目な感じするじゃないですか、うん、これを不良にした時のかっこよさもあるんですよね、うん、RA6 とかそうじゃないですか。そうね、うん、RA6 もゴリゴリのエアロにマフラー入れて、うん、タイホイール変えて、うん、超スポーツサウンドで駆け抜けていくのめちゃくちゃかっこよくないですか、うん、振り幅あるよね。だからそうですよね、あるさあるさ、うん、ゴリゴリにしてもアウディってそのやっぱりさっきの話なんですけどイメージが変わらないよね。そうっすね、うん、っすね、おっって感じだけど、はいはい、ちょっとなんか威圧的って感じには。確かに、うん、だからそういう意味でやっぱりブランドのイメージとか、うん、ブランディングってすごい大事だなっていう、うん、はい、軽快。これでも、はい、スッチ車買うシリーズ、どうですか。高いっすいやめちゃくちゃいいんすよ、めちゃくちゃいいし、他のこのクラス装備で考えたらもう全然妥当どころかお買い得なに感じるぐらい、うん、だってないんじゃないですかこのパッケージングで、うん、V6 積んでてこんだけ装備あって、うん、はあ、けどちょっと僕の主張得には見合ってない現実的なこと言うんであれば僕前期買っちゃいます。ああそうなんだ、前期買っちゃいます、まあ、あとは自分で何でもできるじゃないですか、うん、修理したりとか、うん、なんか整備したりとか、うん、だからその辺新車であれば新車もついてるから、うん、
基本的に余計なお金かからないし、うん、壊れても、まあ、壊れるってあんまり聞かないですよね。でもこの方アウディあります？アウディは聞かないね。ないっすよね、うん、そうなんですよね。だそういう方は、まあ、ちょっと更年期、うんうんうん、まあ、言ってもやっぱり前期ってそれなりいろんなものがそれだけ時間経ってるわけじゃないですか、うん、どんだけ新しいんでも2020年21年があるのか、うん、だからもう3年、うん、ものによっては19年からだから5年経ってるわけじゃないですか。そう考えるとだってプラスチックもゴムも5年前のじゃないです か、うん、だかそう考えるとまあまあ妥当なのかなっていう感じはしますけどね。あるけどでもね、圧倒的に、はい、やっぱ SQ5 って弾数少ないんですよ。あー分かります、うん、だから前期でもし検討されてる方で、はい、いい弾があったら、はい、それも買いだと思ってもいいかもしれないですね。なるほど。これ多分出てこないですね。あのちょうどそれも車検討してる方と話したんですけど、うんうんうん、あのこういう中間グレードミドルレンジの車って台数少ないですよね、うんうん、少ないの。そうだよく言えばちょうどいいし、うんうん、悪く言えば中途半端、もう Q3 に行くか、はい、もういっそのこと Q8 に行った方がいいじゃんってなるっていう、うんうん、はい、だこの辺探してること人、うん、当てはまる人には割ともってこいなんじゃないかなっていうふうに、だから新車で1000万クラスの選択肢になるとやっぱりいろんな選択肢があるかもしれないですね。そうなんですよね、うんうん、というわけで今回非常に勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、めちゃくちゃ良かったです。そうですね、はい、いい車をね発掘したような感じで。そうですね、はいはい、で最初にあのちょっと値段の方があって言っちゃいましたけど、はい、あの逆に言うと更年期なんで、はい、新車の保証もまだ残ってるということで、はい、まあ、その辺安心して乗っていただけるのは、はい、こういった新しい車のメリットなのかなと、うんうん、ありますね。やっぱりあの前期も、まあ、確かにその魅力的な価格帯ではあるんですけど、やっぱ装備少なかったり給油数多かったりしてるので、まあ、こういったところで、まあ、でも国産車とかいろいろ比べてみても確かに今高くなってますからね、はい、そこの価格帯で結構、うん、はい、比べてもかなり、うん、もう走りもエンジンも、うん、はい、見劣り全然しないどころか、いい頭一つ抜けるぐらいの存在なんじゃないかなと、うん、あと今回いろいろ前期後期の違いなんか見てきましたが結構変わってますね、はい、やっぱり変わってますね、はいはい、なんか全体的なイメージ変わってないですけど細かいところ結構変わってってるので、うん、まあ、その辺後期だいぶいいんじゃないかなと、はいはい、そしてこういったお車の買い取りも、はいはい、こういった車じゃなくても、はい、なくてもそうですね、はい、まあ、あらゆるメーカー行けますもんね。メーカー頑張りますし、はい、まあ、オプションねいっぱいついてれば私も本当に一個一個オプション拾って査定の方させていただきますので、まあ、全てがねあのいい金額ご満足いただけないこともありますけども頑張りますんで、ぜひ。じゃあこだわりの車はぜひ、はいはい、査定だけでもお気軽にお問い合わせいただけると、はい、いいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はアウディ SQ5 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。